モルグ街の殺人は、1841年に発表されたエドガー・アラン・ポーの短編推理小説。ポー自身が編集手筆を務めていた、クレアムズ・マガジン4月号に掲載された。史上初の推理小説とされており、天才的な探偵と平凡な語り手、結末近くでの推理の披露、意外な犯人像など、以後連綿と続く、推理小説のジャンルにおける原型を作り出した。 密室殺人を扱った最初の推理小説とも言われている。本作の素人探偵 C.O. ギュスト・デューパンは半世紀後に出現するシャーロック・ホームズの原型となった探偵であり、デューパンが登場する続編として、マリー・ロジェの謎、盗まれた手紙がある。パリに長期滞在している名前が登場しない語り手は、ある日モンマルトルの図書館で、 没落したメーカーの手である C.O. ギュスト・デューパンという人物と知り合う。語り手は幅広い読書範囲と卓抜な観察力、分析力を持つデューパンに惚れ込み、やがてパリのバスへの古びた家を借りて一緒に住むことになる。デュパンはある晩街を歩いている時、語り手が目工していたことをズバリと言い当てて語り手を驚かせたが、 その推理過程を聞くと非常に理にかなったものであった。そんな時、ある猟奇殺人の新聞記事が二人の目に留まる。モルグ街のアパートメントの四階で起こった事件で、二人暮らしの母子が残殺されたのだった。娘は首を絞められ暖炉の煙突に逆立ち状態で詰め込まれていた。母親は裏庭で見つかり、首をかき切られてどから頭が取れかかっていた。 部屋の中はひどく荒らされていたが、金品はそのまま。さらに奇妙なことに、部屋の出入り口には鍵がかかっており、裏の窓には釘が打ち付けられていて、人の出入りできるところがなかった。また多数の証言者が、事件のあった時刻に犯人と、おぼしき二人の人物の声を聞いており、一方の声は、コラ、と、フランス語であったが、もう一方の噛んだかい声については、 あるものはスペイン語、あるものはイタリア語、あるものはフランス語だったと違う証言をする。船乗りに殺害者のことについて聞きただすデューパン。バイアム賞による差し絵、1909年この謎めいた事件に興味をそそられたデューパンは、捨てで犯行現場へ立ち入る許可をもらい、独自に調査を行う。語り手は新聞に発表された以上のことを見つけられなかったが、 デューパンは現場やその周辺を精査に調べ、その帰りに新聞社に寄った後、警察の表面的な捜査方法を批判しながら、語り手に自分の分析精神を交えつつ、推理過程を語り出す。玄関の鍵は完全、秘密の抜け穴もない。煙突は通れない。表の窓は人目につかず出入りするのは無理。ならば犯人が逃げたのは、裏の窓しかない。 あとはこの裏の窓から逃げたということを証明するだけなのだ。裏の窓は釘で固定されているように見えたが、案の定、釘は中で折れていて実は窓は開くのだった。そしてその窓からやや遠くには、平井針が通っている。ならば犯人はこの平井針を伝って出入りしたのに、間違いない。さて、こんな危ない経路を通った超人的身のこなしと、何語かわからぬ声と、 金品の放置、意味不明に見える死体の残酷な扱いなどを考え合わせるとどうなるか。デューパンは現場に落ちていた毛を語り手に示し、犯人は人間でなく、オランウータンだと結論づける。デューパンが先ほど新聞社に寄ったのはオランウータンを捕まえたが、持ち主は名乗り出るようにとの新聞広告を出すためで、あった。そこに一人の船乗りが現れ、 珍獣として一儲けしようとボルネオで捕獲したオランウータンが逃げ出して犯行を行ったことを白状する。分析や推理を主題とした小説はポー以前にも存在し、例えば ETA ホフマンのスキュデリ城は時にポー以前の推理小説と言われることがあるが、推理小説、探偵小説と呼んでいたの原型となったのはモルグ街の殺人及びそれに続くポーの作品である。 その筆明をポーから借りている江戸川乱歩は、もしポーが探偵小説を発明していなければ、おそらくドイルは生まれなかったであろう。したがって、チェスタトンもなく、その後の優れた作家たちも、探偵小説を書かなかったか、あるいは書いたとしても、例えば、ディケンズなどの系統の全く形の違ったものになっていたであろうと述べている。モルグ街の殺人は、 名探偵の人物像をはじめとして、その後の推理小説におけるセオリーにあふれている。まず、ポーの想像した天才的な探偵は、アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズにそのまま、踏襲されて、以来、現在に至るまで受け継がれており、クロフッツが地道な操作を胸とする、平凡探偵を打ち出して、例外を作るまでには80年の時を要した。 また名探偵の活躍を語る凡庸な人物というのも、シャーロック・ホームズに対するワトソンをはじめ、欠かせないものとなっている。名探偵の引き立て役として、警察を無鈍に描くという約束時もこの作品にすでに現れている。そして、出発点の回帰性と、結末の意外性という法則や、謎の解決のためのデータを真相開示までに読者に提示しておく。 挑戦の原則、密室をはじめとする不可能犯罪とそれを可能とするトリック、推理を最終場面で一括して披露する形式、また作品全体に通定する弦楽趣味など、いずれもモルグ街の殺人で描かれている。読者が真犯人を容疑者としてリストアップできないことや密室の状況説明の不十分さなどが現代の推理小説のルールからは、 外れているとの指摘もあるが、この作品をもとに、ポーの死後、推理小説というジャンルが成立したのであるから、それは本末転倒の批判である。モルグ街の殺人は発表当時、その新規性から多くの賞賛を受けた。ペンシルベニアのインクワイヤ氏は当時、この作品はポー氏の才能を称し立てるものだ。 その独創的な出力と技術には並ぶところがないと記している。しかし、ポー自身はフィリップ・ペンドルトン・クックへの書簡の中で自分自身の達成を低く見積もっている。これらの推理物語はその人気の大半をそれが目新しい形式であるということに追っています。私はこれらに巧妙さがないと言いたいのではありません。しかし、 読者はこれらの作品が実際にそうである以上に巧妙だと考えているのです。これらの作品の取っている手法とその手法の見せかけのために。例えば、モルグ街の殺人ですが、一体この中で絡み合った糸を解きほぐす手つきのどこに巧妙さがあるでしょうか。この糸は明白に解きほぐされることを意識して絡み合わされているというのに、エイビアズリーによる挿絵。 1895年校がモルグ街の殺人を書いた当時は近代的な都市の発達に従い犯罪が人々の興味の中心に据えられるようになった時期であったロンドンはこの時期に最初の専門的な警官隊の体制を整えていたしアメリカ合衆国の諸都市では警察の科学的な捜査が注目され殺人事件と犯罪者の裁判の記事が各紙で読者を 引きつけるようになっていた。ポーはおそらくフィラデルフィアにおける生活の中で都市をテーマとすることを着想し、このテーマは、モルグ街の殺人確立された後、群衆の人など、以後の作品にも繰り返し使われることになった。また、モルグ街の殺人以前にも、ポーはエッセイ、メルツェルの、将棋雑誌や短編、週に3度の日曜日など、分析を主要なモチーフとした作品を書いており、 モルグガイはこれらの要素をさらに押し進めて書かれたのだと考えられる。作中の真犯人については、1839年7月にフィラデルフィアのマソニックホールで行われたオランウータンの展示における人々の反応から着想を得たものらしく、1839年の飛び交わずでは再びオランウータンと殺人の要素が組み合わされて描かれている。また、 探偵役のデューパンの名は、1828年にバートン・ジェントルマンズ・マガジンに掲載された、フランスの警察庁長官、ビドックの人生から、未だ出版されざる一事件という作品に登場するデューパンという人物から取られたものと考えられる。この作品は、モルグ街と内容の共通点は少ないものの、やはり分析を得意とする人物を扱っており、また、 殺人の犠牲者が首を刈られて胴体から取れかかっているという細部の一致点もある。なお、モルグ街の殺人ではデュパンがビドックを名指しし、洞察力もあるし忍耐力もある男なんだが、思考訓練をきちんと受けていないがために、調査を厳密に行えば行うほど間違った結論に達してしまうと述べる場面がある。ポーはもともとこの作品に、 トリアノン外の殺人というタイトルを予定していたが、より死のイメージに近づけるために死体安置書の意味があるモルグに解題した。モルグ外の殺人は、ポー自身が編集を行っていたグレアムズマガジン1841年4月号に初めて掲載された。この作品に対する原稿料は56ドルであり、これはポーの代表紙、 大ガラスの香料が9ドルだったことを考えると、破格の値段である。後1843年に、ポーは自作を小冊子のシリーズにして出版することを思いついた。しかしポーが印刷したのは結局、モルク街の殺人一冊のみであり、この小冊子ではどういうわけか、風刺的な作品、使い切った男と抱き合わせで印刷され、12セント半の値段で売り出された。 この版では、トゥーカニングツービーヤキュートという語句が、ザ・プリーフェクト、イズ・サム・ワット・トゥーカニングツービー・プロファウンドという語句に変えられているなど、グレアムズ・マガジン掲載のものから52箇所の変更が施されている。モルグガイの殺人はまたワイリーパトナムズ社から発行された、ポーの作品集、物語集にも収録されたが、ポーはこの作品集での作品の選択には関わっていない。 モルグ街の殺人の続編、マリー・ロジェの謎は1842年から1843年にかけて発表された。しかしこの作品は、続、モルグ街の殺人というサブタイトルを持っていたものの、デュパンが探偵役として登場すること、またパリが舞台であるということ以外には、前作とほとんど共通点はない。その後デュパンは、盗まれた手紙で再登場しており、 この作品を、ポーは1844年のジェームズ・ラッセル・ローエル宛ての書簡において、おそらく私の推理物語のうちで最高の作と述べている。グレアムズ・マガジン掲載時に使われたモルグ街の殺人の装甲は、使用済みとしてゴミ箱に捨てられたが、事務所の土手であったジェーム・ジョンストンが拾って持ち帰り、安全を期して父親のもとに預けていた。このは、 音楽の本の間に挟まれて保存されており、3度の火災を切り抜けて、ジョージ・ウィリアム・チャイルズにより購入され、1891年にチャイルズによりドレクセル大学に寄贈された。なおチャイルズは1875年にボルティモアでポーの新しい母費が設立された際にも650ドルの寄付を行っている。モルグ街の殺人は、 ポーの最も早い時期にフランス語に翻訳された作品のうちの一つである。最初に1846年6月11日から13日にかけて裁判所の記録にも前例がない殺人事件と題した法案作品がパリの新聞ラコティディエヌに掲載されたが原作者ポーの名は紹介されておらず町の名も主要人物の名も変えられている。 1846年10月12日にはやはり、ポーの名を出さずに、血なまぐさい事件のタイトルで、ルコメルスに掲載された。ルコメルスはダ、ダコティディエヌからの登用として非難されて、裁判沙汰になり、この時世論によって、ようやく原作者ポーの名が、明らかになった。日本では1887年に、アエバ構存によって、ルーモルグの人殺しとして、初めて翻訳された。 コーソンは同年11月に黒猫の翻訳も発表しており、これが日本における某作品の初の翻訳紹介となった。ただし、これは外国語が苦手であったコーソンが友人の公約をもとにして書いたもので原文に必ずしも忠実ではない。その後、長田周東によるフランス語訳を参照したらしい、医訳、症状会や深澤義次郎の未完の訳。 当然総うモルグ町の残殺事件など不完全なわけが続き、対象に入ってからは森尾外が病院横町の殺人犯としてドイツ語からの重役を行っている。2010年現在はいかに収録のものが入手しやすい。モルグ街の殺人1932ありがとうございます。